チリーン地図グーグルマップカトリック浦上協会カトリック浦上協会は長崎県長崎市にあるキリスト教の教会及びその聖堂である。聖堂は旧正の浦上天主堂の名で一般的に知られており長崎市の観光名所の一つにもなっている。1945年に長崎への原爆投下によって破壊されたが1959年に再建された。 1962年以降、カトリック長崎大司教区の司教座制度となっており、所属信徒数は約7000人で、建物、信徒数とも日本最大規模のカトリック教会である。原爆10日前の浦上天主堂浦上は長崎の北に位置する農村であり、キリスト教の日本伝来よりカトリック信者の多い土地であった。そのため、江戸時代における、 異境近世による隠れ切りタンの摘発も数回なされた土地であった。鎖国解消に伴う長崎海港で欧米人が長崎港の南の東山州南山手に居住区を作り、その一角2865年に大浦天主堂が建てられた。それを知った、浦上の住民は大浦に赴任した主催のベルナール・プティジャン神父に密会して、信仰を告白し、それが、 きっかけとなって社会へのカトリック信仰の顕在化が行われた。しかし、明治政府も当初は江戸幕府と同様にキリスト教金星を維持し、欧米政府からの反対を押し切って弾圧に踏み切り、浦上の住民は各地に配慮された。金星解消後、半分近くまで減った信者が浦上の地へ戻り、1879年に小制度を築いたのが、 浦上教会の発端であった。その後、大浦天主堂から専人の神父が来て、翌年の1880年に、浦上村の庄屋の跡地を買い取り、現在の地に移転した。再建後の浦上教会被爆した天主堂以降の保存については、被爆直後の1945年10月に、長崎医科大名誉教授で、長崎市議会議員でもあった、国友家内が、 市議会にて人類の責務において我らはこの被害の後を詳細に記録せねばならぬのだと保存を訴えた。1949年4月には長崎市原爆保存委員会が発足している。1955年5月前年に発生した大後福竜丸事件の影響により日本各地で原水爆禁止運動が盛んになるとともに反米感情が高まる中、 カトリック、長崎市教、山口愛次郎は、天守堂再建の資金援助を求めて渡米したが、米国側から、資金援助の条件として、天守堂以降の撤去を求められたという。ちょうど同じ頃、長崎市は、米国ミネソタ州セントポール市との間で、日米間の都市としては初めてとなる、姉妹都市提携を締結。当時長崎市長で、天守堂以降の保存に前向きであった。 田川つとむは、締結の翌年1956年に、米国を訪問したが、帰国後は、保存に否定的な立場となるなど態度を一変させている。1958年の市議会では、原爆の必要性の可否について、国際世論は二分されており、天主堂の廃墟が平和を守る、唯一不可欠のものとは思えない。 多額の私費を投じてまで残すつもりはないと答弁し、議会決定に反して撤去を決定した。浦上省教区の新都で編成された浦上天主堂再建委員会は、新都からの上剤及び寄付金による現地での再建計画を明らかにする。その動きを各地した原爆資料保存委員会は、1958年に旧天主堂は貴重な被爆資料であるゆえに移行こう。 保存したいので、再建には代替地を準備すると提案した。しかし山口愛二郎はこれに対し、天守堂の立地は、キリスト教迫害時代に、信徒たちが踏み絵を強いられた、庄屋屋敷屋であり、その土地を、明治時代にロークを重ねて入手したという、歴史的な背景があり、保存委員会の意向は重々理解できるが、移転は信仰上を到底受け入れることはできないという。 意思を決定した。浦上4番崩れ、浦上崩れ、隠れキリシタン、及び日本のキリスト教師も参照長年にわたる過酷なキリシタン迫害に耐え抜き、その地に悲願として浦上天主堂を建設した原爆被害当事者である浦上教会と結果的にアメリカへの配慮を優先した田川市長の意向が共に再建を選択したため、 宮殿主導の廃墟は撤去されることになった。なお、浦上協会新と会館2階には、再建時に発掘、収集された被爆物を展示する資料室を併設しており、自由に見学することができる。一部の遺構は保存されたとはいえ、広島県広島市の原爆ドームのように、爆心地付近の山上をありのままの姿で後世に伝えられる遺物を残せなかったこと、 また、原爆ドームが、史跡やユネスコの世界遺産に登録されて、広島を代表する観光資源となったことから、残されていれば原爆ドームと同じように長崎にとって、大きな観光資源となった可能性が高い、被爆遺構が取り壊されたことを惜しむ声も未だに多い。2018年6月30日、ユネスコ世界遺産として、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が、登録され、 大浦天守堂などが認定されたが、再建された浦上天守堂はこれに含まれていない。1929年、聖堂に取り付けられた祭壇には木製の聖母マリア像が装飾されていた。1945年の原爆投下により、天守堂は倒壊したが、終戦後にマリア像の頭部が、浦上出身の野口開門神父によって、瓦礫の中から発見された。その後、 トラピスト修道院や純真女子短期大学教授、片岡八吉によって保管されていたが、1990年にマリア像は浦上天主堂に返還された。バチカンには1985年と2010年に訪れており、2回目の訪問の際には、ローマ教皇ベネディクト16世に祝福を受けている。現在ではこの聖母、マリア像を世界遺産に登録するための運動も、 行われている。ちなみにこの像のモデルは無理医療の無限在の親鳥とされている。落下した首狼アンジェラスの鐘とも呼ばれる。原爆によって吹き飛ばされた天守堂の首狼の一部が天守堂の北方約30メートルの地点に落下したものが現在でも現地で保存されている。被爆当時の位置は小川の中であったが現在は川を整備して 流れをずらすことで陸地に保存されている。被爆時のままに保存されている旧天主堂本体、唯一の遺構であり、長崎市が定めた被爆建造物等ランク付けの最上位である A ランクとして分類されている。日本画の材料を用いながら西洋画の技法で、イエス・キリストや聖母、マリアの生涯が描かれた初期洋風画で、縦64センチ、横54センチの絵画作品。 1945年に原爆で消失したが、2011年ガラス甲板の一部が発見された。境内の一角には、浦上4番崩れの際に、山口県萩市に配慮されたシントラが正座させられて、卑境を迫られた拷問石が置かれている。花崗岩の庭の飛び石で十字架が刻まれている。拷問石の上には、太めの茎で編んだ吉津が敷かれ。 その上に神徒が座らせられて、拷問、節用を受けた。その中でも過熱を極めたのが二十二歳の女性、岩永鶴への拷問であった。彼女は腰巻き一枚の裸にされ、冬の寒い風の吹く中、震えながら、石の上に正座させられた。夜になると、裸のまま牢に返され、昼にはまた石の上に正座させられた。一週間目には、体がうずもれるほどの大雪となったが、 雪の中にさらされ続け、18日目には雪の中に倒れた。それでも帰郷しなかったため、役人は回収を諦めた。彼女は1873年に浦上に帰った後、1925年12月に浦上の十字会で亡くなるまで、生涯を伝道に捧げた。拷問席は老番長だった寺本源七が供養のため自宅に持ち帰り、 その子孫が保管していたが、1990年にカトリック・ハギ教会に譲渡された。その後、旅を物語る遺品として、譲渡を打診した東京会に寄贈され、2008年11月23日に、石と案内版の除幕式が行われた。除幕式では、翌日のペトロ・キベト187巡教者の列服式に出席するために、 長崎を訪れていたローマ教皇代理で前、劣勢省庁官のジョゼサライバ・マルティンス、数奇教によって、医師が祝福された。郵便番号852-811、ありがとうございます。